江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、これ外交問題に発展したんですけども、渓谷 YouTube チャンネルにパラオ政府が事実無根とガチ切れする珍事発生。どんな嘘をついたの？はい、サムネイルがあるんですけども、まあサムネイルでは全然何言ってるかわかんないんですけど、はい、こんな感じで、うわーはい、じゃあなんて書いてあるか見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。速報、太平洋諸国パラオの国名がネオコリアに置き換える。新しい国名は NEO コリアを推進する歴史的な選択をしたパラオの大統領。パラオ政府、事実無根、国号は変更したことがない。とある一枚の画像により、太平洋の島国であるパラオが国号をネオコリアに変更したと主張されて、それがソーシャルメディア上で繰り返し共有された。しかし、この主張は事実ではない。パラオ政府関係者は AFP に自国の国号が改定されたり変更される計画はないと明らかにした。パラオ政府及びパラオ外交機関、国際機関などが発表した公式文書にもパラオの国号が変更された痕跡は見当たらなかった。事実無根。パラオ国務省のジェフリー・アントール外交通商局局長は AFP と書面インタビューを通じて、パラオの国号が変更されたという主張は事実ではないと明らかにした。アントール局長は、グスタブ・アイタル国務部長官の言葉を引用し、パラオ政府が国号をネオコリアに変更する意思があるという主張についても、事実無根だと述べた。彼は、続けて、今後も国号を変更する計画はないと付け加えた。まあ、すぐ見ただけで嘘だってわかるんですけど。はい。じゃあ、こちら、渓谷の反応行ってみましょう。誰がネオコリアなんていう国民に従う国があるんだよ。やだなこれ。はい。これを本気で信じる人がいるのか？ブルブル。だよないるからビジネスになるという衝撃と恐怖。あ、エンタメとして見てるんじゃないですか、それ。多分。これ。エンタメだろ？はい。認知能力が不足している人が本当に多い。特に高齢者層。マスコミに悪口を言いながら、マスコミすらやらないようなことをやってしまう人たち。たかが一本の YouTube 動画にいちいち相手してくれるなんてめちゃくちゃ優しいな。なんと、この動画の視聴回数が50万再生を超えたことで知られている。へぇー。嘘捏造か。ガセネタで再生数稼いでた。なんと、この数はパラオの国民全員の数百倍だ。いや別にそれ比較することじゃないだろ。パラオの人口が 16,733 人。むしろこの動画を口実にして我々に投資してくれと頼んでくるかもしれない。こんな動画を作っても YouTube に解決する意思がない。通報すりゃ通報が多くなれば消されちゃうんじゃない。こういう動画を作っている場所を追跡してみると、ほとんどが渓谷じゃないというわらわら。いや、ほとんど渓谷なんだが。こういう動画って虚偽情報のルフってことでなんとかならないものなの？最近でも無条件愛国動画で再生数を稼ぐことは可能なのか？可能だから50万いってんだろ。だ、エンタメだろ。渓谷大学教授 VS 中国人または日本人みたいなタイトルで、めちゃくちゃ低クオリティですら数万再生される。おそしてその通りだ、教授はめちゃくちゃいいこと言ってるというコメントがたくさん書き込まれる。国にまで恥をかかせているね、わらわら。このような YouTube 動画を見ている人たちは本当に愚かだと思う。わざわざ動画を再生する価値もない。まあ、確認のため見てんじゃないの？はい、じゃあですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。まあなぁ。いいぞ、パラをもっと言ったれ。なぜお前らは嫌われることに全力を尽くすのか、わら。コリアダメな要求だな、かっこ、笑い。すげえな、東スポだって、ここまで飛ばさねえぞ、わらわら。本当に、お前らは全力で嫌われるなから、わらわら。お前らは、パラオに何したか忘れたのか？
勝手に国名変更ってありえんだろ。警告さん、これはいただけない冗談だわよ。は、お前らは侵略してるのか？本当に嘘で領土奪おうとするな。ねえ、K の外交の方法って喧嘩をバラ売りすることなん？最近が席次が増えたのと同じで面白おかしくやっちゃったんだろうな。月間の橋作ってただでさえ嫌われてるのにわざわざ怒らせることするなんて、わら。ほんと他人怒らせるのだけは得意だな、わらわら。そんなの信じる人いるわけないよ。あ、いたわ、警告さん。それだけの警告されるような事案だって分かってないのがひどい。K の中でのネタ扱いだったとしても、そんな動画があるって気がついた当事者は腹立つやろ。うん、そうだね。じゃあおでんの字チャンネルは全て通報案件だな。バラオが親日ってことが気に入らないんだね。だからといってやっていいことじゃない。フェイク YouTube 一本に抗議してくるなんて、バラオさんよっぽど頭に来たんだろうな。バラオのために日本も遺憾法打って検討しなきゃ。作ったやつは再生されたもん勝ちぐらいの認識でしょ。だろうね。今のあのあたりはデリケートになってるからな、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。